加藤さんの母校の韓国決勝トーナメント進出が確定しました。え、韓国ってなんかガーナに負けてなかった？俺がなんか見た時負けたぞ。気合だ気合。逆転でも逆転決勝トーナメント進出したんだ。アジア勢強くね。クロアチア戦見出してもらえんか。俺にとってくれ、クソほど興味ないから嫌です。材料を手に入れた。日本がクロアチアと戦うの？次クロアチアなんだ。クロアチア強そう。なんか俺知ってる人いるぞ、クロアチア。いや最近の選手は知らないけどさ、なんかクロアチアの、クロアチアの人でさ一番有名な人誰？昔のミルコクロポコップ。確かにミルコクロポコップもあれだ、クロアチアだ。モドリッチ知らねえ。 YouTuber？結構有名？ YouTuber として。ぼちぼち有名なんだ。チャンネルチェックする。カルーってなんだっけ、あれか。俺がマークスマンのなんだっけ、ウィーレじゃなくて FIFA やってた時にカルー、あのメッシを超えたと言われてる。なんでスペイン戦の時配信しなかったというのかね。いや起きたてだった、マジで。どうしよう、運命はこちらに味方してくれる。パッと起きたらちょうど始まってて、音が見るかっつって、そしてなぜか携帯で見せた。俺アベマでツイッターで検索して。ゲームに全てを捧げないのであれば勝つ資格はありません。誰も韓国なんて決勝トーナメント見たくないんだから。いや俺見たい。お前と一緒すんだ。普通に見てえだろ、日韓で戦いてえだろ。もうてめえが世界の中心にいると思うな。俺見てえよ。クソ盛り上がりそう。その時だけはマジで見るわ。ああ、負けたら国旗立てちゃうかもしんないね。ピッチに。やり返しちゃうかもしんない。一人強いやつがいるんだよな。ソン・フンミン。知ってる。なんで知ってるか教えてあげるか。ローランド賞で、なんか言ってたから知ってる。ほら。なんか俺でもサッカー、あれなんだよね。韓国強いイメージが勝手にあるんだよな。なんでだろう。あんたたち。なんか強いよね。日本よりなんか韓国の方が強いイメージがあるんだよな。なんかでも日本もなんかめっちゃ、あれが言ってたじゃん。ショットガンボルトを発見。レベル3だ。あと10秒だ。リングは近い。スペインの監督がさ、褒めてるじゃん。絶対に焼かれたくなきゃ急ぎな。すごく、日本は、サッカーが強いって言ってたよ。フンミンが言ってた。ケイツさんが日本が勝っても韓国が勝っても喜んでると言うと、意外とそうだよ、ね、普通は。それか無サッカーは陰湿だ、いいね。そういう印象つけよう。本当に陰湿だよね。